零五三3型フリゲート高小型フリゲート公小型フリゲートは零五三3型フリゲートの中で対艦ミサイルを主兵装としたフリゲートである零五三 3H 型、零五三 3H1 型、零五三 3H2 型及び零五三 3H1G 型、さらに関西ヘリコプターなど新装備の実験艦である零五三 3H19 型に与えられた NATO コードネームである高小型フリゲートは 対艦ミサイルを主兵装としたフリーゲートである。1970年代から1990年代にかけて30隻という多数が建造され、中国人民解放軍海軍の主力紹介艦艇として活動しており、後継の高守型や子外型が収益を開始した、現在でもなお数的には多数が収益している。高校愛型は本来、 艦対空ミサイル装備の高騰型とタイになって活動する艦隊艦ミサイル装備のフリーゲートとして構想されており船体設計の大部分を高騰型から引き継いでいる。しかし艦対空ミサイルの開発遅延と性能の低さから高等型の大量配備は実現せずに終わった。このため防空を高等型に依存するものとして構想された候補 I 型は防空能力に 重大な問題を抱えることとなったが、紹介戦力の不足を補うために、14隻という多数が建造された。その後、053H 型に紹介量を加えた高校、2型9隻を建造した後、抜本的な解説系を加えた高校3型と改良を重ねたが、053H2 型は数々の新機軸を導入したために帰って、運用実績はかんばしくなく、 これは3隻が建造されるに止まり、完全な新設計による、こマ守る型の開発に移行した。また、1990年代中盤には、台湾海峡、南沙諸島情勢の緊迫に対応した、戦時急増艦として、より全身的な設計に回帰した 053A11G 型が開発され、6隻が配備された。その他、高アイ型の1隻は、 新装備の実験艦に転用されて、航空法型となったが、これはフランス製の先進的なソナーシステムと対戦兵装、艦砲を搭載したほか、関西ヘリコプターの運用設備を追加装備しており、こう守る型の開発にあたって重要な資料を提供したほか、中国海軍で最も優れた対戦艦として活動した。 バングラデシュ海軍で運用中のエコアイ型フリーゲート 053H 型は艦隊空ミサイル搭載艦である 053K 型とタイになって行動する艦隊艦ミサイル搭載艦として構想された。この構想は高頭型に搭載される艦隊空ミサイルの開発遅延によって破綻したが中国海軍の哨海艦艇不足を解消するために 053H 型の配備は継続され、 最終的には14隻という多数が建造された。053H 型の設計は 053K 型のそれを踏襲しているが、手法や機関砲なども刷新していた 053K 型に対して、053H 型では技術的冒険を避けて、対艦ミサイルを除くすべての武装を旧来より使用してきた機種としている。また、電子装備も簡素なものであり、 機械的な射撃式装置は搭載せず、戦闘情報センターの設置も行われなかった。これらの配慮の結果、5年間で14隻という多数を急速建造することに成功したものの、レーダーなどの性能は不足しており、全天候戦闘能力もなく、各装備のシステム統合は全く不十分であった。また、0 5 3系型と対になるものとして構想されたが、 故にやむを得ないとはいえ、対空火力は全く脆弱であり、対艦ミサイルはオロカジェット攻撃機に対しても対抗することは困難であった。053H 型の反省から、性能強化型の 053H1 型が開発され、1982年から1988年にかけて9隻が配備された。これは、053H 型をベースにして、 方向並走 053K 型と同様の新型とするとともに電子装備を強化し、対艦ミサイルも改良型に変更したものである。また、南佐諸島情勢の緊迫化を受けて、南シナ海への配備も念頭において、空調能力も強化されている。なお、西側諸国は当初、053H 型と 053H1 型を同一のものと誤認し、一括して、 高校 i 型の NATO コードネームを付与していた。手法は79式56口径 100mm 連装砲に変更され、また343型射撃式装置の導入によって射撃精度は格段に向上した。ただし、この装備は初期立て増館には間に合わず、後期立て増館より装備されたほか、初期立て増館でも順次完装された。 このような改良を受けたにもかかわらず、053H1 型は、性能的にはなお不足であった。このことから、根本的に改め設計された 053H2 型が、開発され、053H1 型の11番艦、12番艦は 053H2 型として竣工することとなった。また、5番艦の、紙幣は、後に試験艦に転用され、 形式番号も 053H19 型に変更された。太陽国海軍で運用中のチャオプラヤー級フリゲート中国海軍は 053H 型を強化して 053H1 型を開発したものの、なおも性能面に問題があった。このことから 053H1 型の建造を担当していた小東造船省は、さらに設計を抜本的に見直した強化型の 建造を提案し、中国海軍はこれに同意した。これを受けて、053H1 型の最後の2隻は、根本から設計を変更した 053H2 型として建造されることとなり、またさらに1隻が建造され、合計で3隻が1986年から1990年にかけて収益した。西側では、当初、053H1 型から、 設計変更した最初の2隻をエコ3型、新規に建造された1隻をエコ4型として種別したが、後に一括してコーコ3型として解消された。053H2 型では、053K 型以来の平ら板線形から中央線路型に変更されており、関数型は大きく変化し、また関内容積も増大した。これ以外にも、 西側の設計理念を導入しての解説系により、居住性は大きく向上した。さらに、中国のフリーゲートとしては初めて NBC 防御が導入され、空調設備は集中制御式の強制通気式となっている。戦闘システムも大幅に刷新された。戦闘指揮所が設置され、ここにはイギリス製の CTC-1629。 戦術情報処理装置が設置された。しかし、これは戦術データリンクを書き、また性能面にも問題があったと言われている。対艦ミサイルは新型の YJ-8 に変更され、性能的に大きく進歩したほか、より軽量であることから、搭載数は8発,発に増え、洋上での再装填も可能となった。さらに、中国海軍フリゲートとしては初めて、 本格的な ECM 装備を搭載したことで、電子戦能力も大幅に向上している。本級の電子戦装置は、ニュートンベータシステムの改良型とされている。これは、イタリアのエレトロニカ社のニュートンシリーズの小型艦向けバージョンであり、1985年に第723研究所により、981型として、散載化された。 ELT-211 電波探知装置、ELT-318 電波妨害装置、ELT-521 電波妨害装置によって構成されている。このように数々の新機軸を導入してはいるが、対艦ミサイル発射等の配置に問題があり、発射時に高温の発射円が艦の後半分を覆ってしまう。また、 艦内容積の増大に対して、船体形状を改めなかったために安定性にも問題があるなど、その運用実績は必ずしも良好とは言えなかった。このため、0 53H2 型の建造は3隻で、打ち切られ、完全な新規設計による大型の0 53H2G 型の開発に移ることとなった。 高古法型は高古 I 型の5番艦であった紙幣を改装した試験艦であり、従って本型に属するのは同艦の一隻のみである。当初は高古通型と称されていた。本型は西側諸国から導入した新装備を実艦に搭載し、運用試験を実施するために開発された。本型で導入された新装備の主たるものは下記の通りである。 フランスクルーゾロワール射精 T100C100mm55 後径コンパクト砲及びネージャ光学射撃式装置 100mm55 後径コンパクト砲はフランス海軍が従来使用してきた1968から11型 100mm 単装砲をあらゆる面で上回る性能を有していたが結局本国では採用されず主として輸出に供された中国は この方の最大のカスタマーである。フランス製ズバ -25 ソナーシステム7826型水中攻撃式装置ズバ -25 はフランス海軍のデチエンヌドルブ9通砲艦に搭載されたもので36個のステーブを直径 115cm のシリンダー状に配置しており使用する周波数は8から 10kHz の中周波数。 それぞれのステーブが形成するビームの幅は10度で、周波数変調連続波方式、パルス幅は30ないし90ミリ秒である。イタリア製 B515 型324ミ、mm、リメートル単魚雷3連装発射管及び A244S 単魚雷 B515 型324ミ、mm、リメートル単魚雷3連装発射管は、アメリカのマーク32単魚雷発射管、 A244S 単魚雷は、マーク46単魚雷におおむね匹敵する。Z-9C 紹海ヘリコプター、格納庫、および着艦高速装置ただし、既存の艦を改装して、航空偽装を施した関係で、格納庫の位置が高くなり、重心の上昇を招いて、艦の安定性を損なうという問題があった。これらの装備は、本型で、運用試験を受けた後、 関西ヘリコプターについては、こう守る I 型から、SJD-7 ソナと単魚ラについては、こう守る2型から実用化された。また、100mm55 口径コンパクト砲は、例後に B 型駆逐艦以降のすべての中国製駆逐艦、及び例後4型フリゲートに搭載されている。このように優れた対戦戦闘能力を備えていたことから、運用試験の終了後、 本型は中国海軍で最も優れた対戦フリーゲートとして活躍し中華半戦台一艦とも称された。こう守る V 型1980年代後半から1990年代にかけて南沙諸島や台湾海峡の情勢が緊迫し、昇海艦艇を配備する必要が生じた。しかし、上記の通り 053H2 型は不満足なものであり、一方、 後継となるべき 053H3 型は、この時期、まだ建造に入れる状況ではなかった。このことから、中国海軍は 053H1 型をベースに、053H2 型で実用化された装備をバックフィットした、全身的な改良型の建造を決定した。これによって建造されたのが 053H1G 型である。いわば、戦時急増艦であるエコ V 型は、 冒険を避けた上で、高校 I 型を最大限に強化した設計となっている。船体設計としては、上部構造物を密閉構造として、NBC 防護能力を付与したことが挙げられる。これはレイゴ型シリーズとしては、初の能力で、続く、こう守る型でも踏襲された。近接防空火器は 37mm、連装機関砲で変わらないが、 その機種は全自動の 076A 型に変更され、限定的ながらも、対艦ミサイルに対する迎撃能力が付与された。また、対戦火力も、より長射程で強力な部マイナス3200に変更されている。対艦ミサイルとしては、旧来より使用されてきたものの改良版である、SY-1A や SY-2 を搭載するものとしたが、最近、 新型の YJ-83 への換装が順次進められている。電子機器も強化されており、053H2 型と同様の ZKJ-3 戦術情報処理装置が設置されたほか、長距離対空レーダーは強化型の 517H 型とされ、対空、対水上レーダーも新型の360型レーダーに変更された。これは、 イタリアセレニア社のラン n 1 0 s SPS-774 レーダーの中国版で S バンドを使用して到達性に優れ、クラッター除去能力にも優れている。このように全身的な設計を採用したことで、航空 V 型は3年間で6隻が収益するという急速な整備が可能となった。本型の最終艦が収益した1996年には、 全く新しい設計による、汎用フリゲートの本命である、子を守る2型の建造が始まっており、本方が、耐水上任務重視のエコ型フリゲートの系譜としては、最後の勘となる、ありがとうございます。